はい、竹本の竹の方、竹ちゃんです。今回の動画はですね、今、すでに映っています、このミニジオラマベース直線線路 S124 加藤の製品ですね。こちらを、使いまして、毎年行われているミニジオラマサーカスだったっけ？の、に出すやつを作っていく動画にしようと思っています。このミニジオラマベース直線線路 S124 の作り方、組み立ては、多分この後、端っこの方にちらーっと早送りで載せるかなと思っていますが、とりあえずこれ自体はですね、これストレートなんで、もう一個カーブもあるんですけど、これ自体は多分だいたい10分ぐらいで組み立てれるかなと思います。こちらが説明書なんですけど、作り方もすごい簡単なんで、いる道具は多分このビスを止めるためのドライバーだけでいいかなと思っています。で、今これ素組みしただけなんですけど、こういうのも入ってるので、これなんていうん、地形造形用フォームが入ってまして、大きさ的に言うと、まあこれがそっくりそのまま乗るぐらいのサイズなんですけど、これで地形とかいじれるんだなと思います。この時点ではこういう状態なので、まあこれをカットしておいたらちょうど良くなるかなというところですかね。ちょっとね、よいしょ。あまり遠くが捨てんねんけど。ちょっとね、レールの、あれよりは、レールの土台よりは高くなるんですけど、こういう感じの、あれなので、さあ、使う人次第かなと思います。ということで、これから、おそらく何日かかけて、ミニジオラマサーカスに出すものを、作っていこうと思います。ちなみに、今これをベースに作るということでこれを出してますが、他にも多分、作り途中でいろいろ出てくると思います。で、多分いちいち説明はしません。なんとなく作っていく工程ですし、なんなら、動画じゃなく写真でつなげていくパターンかもしれません。時間合間合間でやっていくので。ちなみに、今日が、何日だ？ 6 月9日か。6月9日、日曜日なんですが、確か、今月末ぐらいが締め切りなので、まあまあ急いで作らなきゃいけないと思います。ということで、ここからは、写真と動画があるかどうかなんですけど、混ぜて作っていきたいと思います。
はい、ということで、これで今回は完成ということにしたいと思います。本当はのバスが来たところにしたくて、からしたかったんですけどちょっとそうなるとこの人たちの手を全部上げなきゃいけなくなって、上に、ただちょっとそういう加工をする時間がちょっと圧倒的になかったので、今回もだいぶ時間はあったように見えて作業する時間があんま少なくて、でこの人たちを塗るだけでもまあまあ1日限られた作業時間で10人前後ずつ塗るような感じになったので、まあまあ時間がかかりました。はい、服だけ塗るんだったらね、時間も半分だったんですけど、人自体もちょっと塗らなきゃ、塗り直しとかが必要だったので、はい、まあ時間がかかってしまって人を加工するにはちょっと至らなかったかなと本当はああいう手を挙げてる人たちみたいなのをもっと入れたかったんですけど、入れてそのバス来た時みたいにしたかったんですけどね。はい、ということで、もう締め切り微妙なラインなので、この後もうお店に持っていきたいと思います。ということで、今回の動画は途中だいぶ飛びはしましたが、今年の、2024年のミニジオラマサーカスに、出すミニジオラマを作るという動画でした。途中で出てきてないんですけど、フェンスがあります。はい。これは、フェンスです。はい、ということで、今回の動画は以上になります。多分。さよなら。一応ね、ユニフォームもね、何年分かを混ぜてるんですよね。例えばこの人のは多分2015年のユニフォーム、あとは去年、どっかにね、去年の、あれが去年かな、去年のとか、ほとんどがもう今年のなんですけどね。何人か、去年、おととしのユニフォームとかも混じってます。あと一応ユニフォーム着てない人っていうのも入ったりしてます。近くで見たらちょっと、全然ダメなんですけど、遠目に見たら一応ユニフォーム胸のところの UPR もそれっぽく見えるように点が打ってあったり、一応背番号もそれっぽく入ってます。さあ、あとは締め切り間に合ってるかな。